おはようございます。まず冒頭私から1点ご報告です。新型コロナウイルスに関する3回目のワクチンの接種についてですけれども、9月17日先週の金曜日ですが、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会においてですね、交互接種とですね追加接種について議論、これがされました。交互接種に関しましては、原則、1回目と2回目は同一のワクチンで、接種するということとしつつもですね、1回目、接種をされた方で、接種後に重篤な副反応が出られるというようなですね、そういう場合などですね、他にも医師が医学的見地からですね、そこまでではないにしてもですね、これは2回目は違うワクチンがいいというふうにですね、ご判断された場合にはこれは2回目違う交互接種ということもあり得ると。あともう一つはワクチンの国内流通量の減少でですね、1回目と2回目がなかなか2回目同じワクチンが難しいというようなこともあろうかと思います。そういう場合に関してはですね、認めるということでございました。それから追加接種に関しましてはですね、やはり追加接種が必要があるだろうとの、これ共通認識をいただきました。2回目、接種完了後おおむね8ヶ月以上が経過した後ということでございまして、科学的知見を踏まえて必要に応じてですね、適宜見直すこととのご提言いただいております。世界的にもですね、やはりこの、3回目の接種という議論が出ていき、そういう体制を整えてつつある、そういう国もございます。抗体がなかなかつきにくい方もおられますし、それから免疫原性が低下し、抗体が低下してですね、免疫力が減るというような、そういう議論もあります。そういうことを一般的にですね、ご評価いただく中において、3回目の、接種、これが必要であろうという共通認識でございました。いずれにいたしましてもですね、どういう方々が対象になるか、全員なのかも含めて引き続きですね、ここに関しては審議会の方でご議論いただくという形になってこようというふうに思います。合わせてですね、他の疾病のワクチンとのですね、同時接種については、やはり引き続き13日以上の期間をですね、間隔を空けることということでございます。いずれいたしましても、2回目の接種を推奨することとしつつですね、さらなる知見の収集を踏まえ必要な検討を行ってまいるということでございます。10月11月できる限り早い時期までにですね、基本的には2回、これは2回、今の現在の接種ですけれども、これをしっかりと進めていくと、これは今までも政府が言ってきたことでございますので、それをまずはしっかりと進めていくということが重要であろうというふうに思っております。私からは以上です。ご質問がございましたらいただきたいというふうに思います。はい。先週のアドバイザリーボードではですね、重症者数まだ過去最大規模が継続と、まだまだ公衆衛生体制、医療提供体制が厳しいと、そういう局面が続いているというご評価をいただきました。それから1週間近く経ってまいりまして、確かに言われる通り新規感染者はずっとですね、一定の率で落ちてきておりますので、聞こえないですよ、ちょっと行くの待ちます、大丈夫ですかね。そういう意味でですね、重症者の数もですね、方々の数も減り始めてきておりますし、お亡くなりになられる方々もですね、一時よりかはですね、減少傾向にあるというふうには思います。そういう意味からすると、医療の提供体制自体も
先週と比べればですね、まあ、逼迫度合いっていうのは若干まあ、弱まってきておるのは確かだと思います。一方で今言われます通り、そのシルバーウィークのですね、人出、というものが、まあ、私もマスコミで今お聞きをしている話ではございますけれども、まあ、かなり増えているということがございます。秋の行楽シーズンということで人出がやはりどうしても出てくるとですね、まあ、そこでリスクの高い行動につながる可能性もございますので、そこは十分に注意をしていかなければならないということで、決して感染が下がってきているからといって、この感染症は下がったら、まあ、また上がるという傾向が今までもずっと続いてきておりますので、そこはしっかり注意しながら国民の皆様方にいろんな情報を提供させていただき、まあ、感染が広がらないようなですね、そういう意識の喚起といいますかね、お願いをさせていただいていかなきゃならないというふうに思っております。まあ、30日今の緊急事態まん延措置の期限に関してでありますけど、そこは、まあ、状況をしっかりとですね、専門家の方々にも、まあ、ご評価をいただきながらですね、最終的には我々政府でご判断をさせていただきたいということでございます。はい、どうも、どうぞ。NHK の坂井さん、今の関連式なんですけども、全国的にあの減少傾向が続いているんですけども、どういった要因でこういった減少傾向が続いているというふうに思っています。まあ、専門家の方々おっしゃられるのにはですね、まあ、ワクチンの効果、ワクチンの接種率も上がってきていますから、それもあるということでありますし、まあ、人の実は動きというのも、夜間のよく滞留人口言われますけれども、緊急事態宣言を出した以降ですね、下がってないとはいえ、平常時と比べるとやっぱり下がってるんですね、やっぱりそれは、まあ、2割とか2割5分ぐらい下がっている。それがまあお盆やいろんな形の中で東京あたりではもっと下がったっていう、そういうこともございます。そういう人の動きというものも平時よりかやっぱり下がっていると。それからもう一つはですね、やはりそれぞれ、まあ、マスクメディアの皆様方もいろんな在宅でのいろんなお苦しみになられておられる方々の情報でありますとか、医療の逼迫のお話等々をしていただく中で、やはり国民の皆様方がですね、やはりそれを意識されて、まあ、行動を変えられた、つまりリスクの高い行動、まあ、街に出て いたかも分かりませんけれども、その中でリスクの高い行動を避けられた、そういうようなこともあるのではないかということであります。あと、まあ、季節的要因をおっしゃられる方もおられます。まあ、感染症っていうのはですね、一定程度やっぱり増えると下がるっていう傾向がありますので、まあ、よく言われますけれども、まあ、常に人っていうのは大体自分が動く行動範囲みたいな平素は決まっておりますので、そこで一定程度広がるんでしょうけれども、ある程度広がるとそれがそれ以上の動きがない限りはまあ収まっていくということだと思いますが、そこに例えばよく言われますように夏休みでありますとか、それからまあ行楽、忘年会、新年会、新年度に向かっての人の移動ですね、こういうものが入ってくるとまた新たな動きがそこに入って感染が広がると、まあ、こういうことがよく言われているわけで、先ほど申し上げましたシルバーウィークでありますとか、そういう行楽シーズンにですね、今まで行ってないところに人が行って、いろんな会ってない人と交流をするというようなことが起こると、そこでまた感染症が広がるという、また大きな山が出てくるということもありますので、そこはやはりしっかりと我々としては注意喚起をしていかなきゃいけませんし、これからまあ今は秋ですけれども、冬に向かっていくと、まあ忘年会というものが、これはまた普段会っていないような会社関係の方だとかで忘年会、または業界団体で忘年会、いろんな忘年会ありますよね。でそういう方と接することによって、まあ違った人の流れが生まれてくる、そこで感染が広がるということもあろうと思いますので、そういうことは避けていかなければならないと思います。いずれいたしましても、さまざまな分析のもとでですね、まあ、今回減っておるということをご評価を先週のアドバイザリーボードでもいただいているということであります。はい、どうぞ。TBS テレビの山口と申します。はい、先ほどの3回目のワクチン追加接種についてお伺いします。先ほど会見は3回目のワクチン接種必要だというふうにおっしゃっていました。国内で、接種が始まってから10月以降で8ヶ月以上が経つかと思いますが、接種を始める時期とのめどは立ったでしょうか。8ヶ月以上というのが一つの、まあ、ご評価といいますか、審議会でいただいたわけであります。
2月からといいますか、医療関係者順次打ち出したのが、まあ、2月の途中からですかねっていう状況で動き出したのと、まあ、終わり頃ですかね、動き出したと思います。11ヶ月以上ということでございますので、まあ、どういう方々が必要かというのは今後も審議会でご評価いただきますけれども、8ヶ月を経ってこられる方々が一定程度出てこられますので、そういう意味では年内にもですね、8ヶ月以上経った方が打てるような体制整備に関しては各自治体にお願いをしていかなければならないというふうに考えております。はい、関連してなんですか、年内というお話でしたが、WHO は途上国で供給を進めるために追加接種をやめるよう要請していくと思いますが、それに関してはどのように説明されますか。まあ、やはりコロナと戦っていくためにはですね、一国のみならず世界中の皆様方がワクチン等々を接種していただいて、感染をですね、まあ、ある程度制御していかなきゃならんわけでありますね。そういう意味からすると、まあ、日本もCOVAXファシリティ等々を通じてですね、世界的にワクチンの援助といいますか協力をさせていただいておりますし、COVAX以外にもいろんな対応をしているということでありますが、まあ、3回目当然日本でワクチンを3回目接種すればですね、その分だけ世界の供給量というものの影響が、これ日本だけじゃないと思いますけど、あると思います。でそこはやはり世界的な感染をどう抑えていくかということと、日本の国内の国民の皆様方のですね、健康というもの、命というものを勘案しながら、やはり審議会の皆様方としっかりとしたですね、議論をさせていただいた上でですね、最終的には判断していくということでございますので、そこに、まあ、矛盾が生じないように我々としてもしっかりと説明していかなきゃならないというふうに思っております。はい、はい、毎日新聞の江澤です。今月末までとなっている新型コロナ対応の診療報酬や介護報酬の特例措置について、10月以降の対応はどのようになっていますでしょうか。これですね、今まで、まあ、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスのですね、報酬等々で一定点数ですね、まあ、これは感染をですね、それぞれ防いでいくという意味でいろんなかかり増しの、まあ、お金がかかるという形で対応してまいりました。まあ、そういう考え方のもとですね、今、まあ、財政当局ともいろんな議論をさせていただきながら、10月以降のことをいろいろと話をさせていただいております。いずれにいたしましても、それぞれ重症化リスクのある方々をですね、しっかりと対応いただいているそういう機関施設でございますのでね、まあ、感染をしっかり防げる対話できるようなですね、我々としても方法論というものをですね、財政当局としっかり議論をして決定をしていきたいというふうに考えております。はい、さん、どうぞ。はい、どうぞ。アビガンの観察研究で妊娠していた可能性のある患者さんに投与してしまった事例について改めて2点お伺いします。医療予約を適用外使用する今回の事例に対して、省内の担当部局は、リスクについて説明して同意を得た上であれば患者さん本人の責任もあるとの考えを示しておられますが、大臣はどのように考えられるか。また妊娠患者さんへの投与というのは検査しても 100% は避けられないリスクですが、25件の企業治験も走っている中でこうしたリスクのある方が組み込まれうる基準で観察研究を続けることの意義について、大臣はどのようにお考えになるかお聞かせください。まあ、前回ご質問いただいた時にもお答えしていると思いますけれども、厚生労働省としてはこういう事案が、まあ、起こってはならないというふうに考えておりますので、まあ、新たな注意喚起の実施、これを促すなど必要な対応を行ったところであります。まあ、企業および研究班からはですね、まあ、医療関係者に対して注意喚起が行われているというふうに聞いていますが、まあ、避けられないというお話がありましたが、やはりこれやる前にですね、そういう恐れがあるかどうかということはご本人に確認はされているはずだと思うんですね。ですからそこをまあ、コミット話なんで詳しく証明まではそれはもうもちろん難しいんですが、
ご本人にこういうリスクがあるからということをしっかりお伝えをさせていただく、いただいた上で、ご本人にそういうような、可能性、つまり、妊娠をしている可能性があるのかどうか、もしくはこれからですね、そういうような子どもを、作ろうといいますか、子どもをこれから、パートナーとですね、育んでいこうというようなね、そういうような予定があるかどうかということをしっかり確認するということが絶対大事でございますので、それはこれからも引き続きしっかりやっていただきたいというふうに思っております。はい、はい、それでいいですかね。はい、はい、ありました。